立場川橋梁は、長野県諏訪郡富士見町、東日本旅客鉄道中央本線品濃坂駅、富士見駅間にある鉄道橋である、富士川水系釜無川支流である立場川に架かる。立場川橋梁は2台存在し、初代の旧橋梁は、ボルチモアトラス橋で1904年に開通し、1980年に運用を終了した。2代目の現橋梁は、 九橋梁の南側を通る中央本線に架かるプレストレストコンクリート橋で1980年に運用が始まった。中央本線の建設工事に伴って1904年に完成した。明治時代の文化遺産である一の戸川橋梁と同じボールチモアトラス橋であり、1980年9月25日に品野坂井駅富士見駅間の中央本線伏線化による 線路付け替えにより、本橋梁は、廃橋となるが、赤錆状態で現存している。1983年に、国鉄から富士見町が、周辺にある二つのトンネルと一緒に、無償で譲り受けた。品の境方の築堤から見た、立場川橋梁中央部の一士官が、単線上路式分割プラットトラス、残り二士官が、上地式プレートガーダーである。トラス、 プレートガーダーともにアメリカンブリッジ製である。2006年、富士見町整モニターからボルトが落下して危険と指摘を受け、町が調査を行った。近代解散として残す計画もあったことから、補正予算330万円でボルトと枕木を撤去した。2010年、町文化財、近代解散に指定するかを検討してきた富士見町教育委員会は、保存や修復。 管理には定期的なメンテナンスが不可欠で管理費は膨大。住民の安全安心な暮らしを犯してまでの指定はできないと結論付け、指定は難しいとの考えを示した。町は保存した場合の経費を2から3億円、解体の場合は2000万円程度かかると予測している。地元住民からはハイキングコースとして整備を求める声も上がっていて、 今後の動向が注目される。県道198号から立場川沿いに分かれる道路より本橋梁がかかる藤見方の築地堤に登ることができる。橋梁自体は危険のため立ち入り禁止となっているが至近距離で見ることができる。宮崎駿監督によるアニメ映画風立ちぬで藤見高原病院へのシーンの円形に旧立場川橋梁が描かれている登場人物 なおこの入院先の病院の最寄り駅に近い橋梁であり、同作品に描かれている薄い第三橋梁と並び廃止された鉄道遺産である。中央本線の複線加工時に伴って1980年に完成した。ティーラーメン形式の複線上路、式連続プレストレストコンクリート橋である。本橋梁を通過する列車車窓から急橋梁を見ることができる。 立場川鉄橋枕木鉄橋へ、藤見町長野日報、2007年8月26日2011年1月3日、閲覧。藤見の立場川鉄橋町文化財指定、難しい、長野日報、2010年1月8日2011年1月3日、閲覧。近代解散で景観づくり藤見町推進橋が、町内探訪長野日報。 2008年10月5日、2011年1月3日、閲覧。ありがとうございます。